山菜狩りができるここ細野高原では、雑草を取り除き、新しい植物が芽を出せるよう、毎年この時期に山焼きが行われています。初めての体感会には、県内外からおよそ20人が参加しました。箱根仙石原の7倍にあたる200ヘクタールの広大な山焼きは圧巻です。目の前で見ると、音と炎のこう勢いがすごいです。面積が広いので、とてもこう壮大というか、また大室山のとは違った、はい、また面白さがあるなと思いました。主催者は美しい高原を保全する大変さを知り、ますます細野高原のファンになってもらえたらと話していました。